エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回はだいたい3分解説、最強格の扱いやすさとバフを持った風サポーター楓原和葉についてとなります。和葉の復刻も来ますので、普通に育成して使ったらどうなるのか一つで説明をしていきたいと思います。まずキャラの特徴です。キャラの特徴としては、拡散によるバフを持ったサポーター、パーティーの売れやすさがとにかくいい、探索での移動がとても楽、ギミック無視も可能です。最後に熟知盛りだけでダメバフがアップするというのが特徴となります。スキルは自分を中心に集敵をします。半押しと長押しで集敵の強さが変わります。爆発は発動場所を中心に風元素範囲ダメージを複数回与えます。この時元素反応を起こしますが、優先度としては炎、水、雷、氷の順で行います。武器比較について話していきたいと思います。今回は持ち武器、星5の武器がないため、星4以下で性能比較をしたいと思います。正直なくても十分に力を発揮できるのが和葉のいいところです。生物に関しては水力の影一択となります。和葉のいいところを伸ばすってなった場合、この生物しかないからですね。メインステは元素熟知一色で大丈夫です。元素チャージは160以上になるように調整すると回転率が非常に良くなります。とにかく熟知を盛りまくるのが大事です。この大事な理由としては、和葉のダメバフを伸ばすテンプですね、こちらの性能を引き伸ばすためとなります。パーティーについてです。基本サブアタッカーとなりますので、他のパーティーに組み込むというのが使い方となります。よくあるのは単色パーティーです。今回は炎で紹介したいと思います。よくあるのはディシア、クレイといったものですね。星4の演技とかでも大丈夫です。ここにベネット、シャンディ、カズハを入れます。続いて有名な凍結パーティーですね。アヤカ、ココミ、カズハ、シンカクとなります。単色パーティーは組みやすいんですが、その他のパーティーは星5が必須になってくるため、かなり難易度は高めとなってます。便利なところで言うと、どのパーティーでも組みやすいっていうのがあります。実質2段ジャンプなので探索はとても楽です。爆発で継続したバフとデバフも狙えるっていうのがいいですね。残念なところとしては、メインアタッカーとしては難しいっていうところです。厳選の熟知集めがとても大変ということですね。あと強い編成を目指そうとした場合、星5を揃えるのがとても大変というところです。最後にですが、ガチャを引くかの判断に関して、正直無凸でも持ってていいキャラです。持ち武器とかもそんな気にしなくていいですね。で、熟知で簡単にダメバフもつけれますのでとてもいいです。あとは水力の影とも相性がいいので、デバフも狙いやすく、一気にチームの火力を上げれるのが魅力的です。ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。